で今回はね、黒豚飯というわけでね、こちらが黒豚になります。鹿児島県産の特産黒豚、これも釜飯で、普通のご飯に、入れてこれを入れて炊けば出来上がりってことですね。だいたい3合ぐらいですかね。ではいきます。通常の 20% アップしてて、黒豚の甘さと、香りがあってね、結構美味しい味です。なのでなかなかの黒豚の味わいと、うまさというのが引き立ってるなという感じで、甘いやつに黒豚の大きさと、大きさっていうか味わいが甘くて、まあ黒豚自体はこんなにちっちゃいわけですが、まあなかなかねしっかりと黒豚の味になってて、美味しい味わいになってるなっていう感じです。どうもありがとうございました。